これ予想の段階でもう絶対3ラウンド以内に KO。 ケンシロウはうまいも強いも両方兼ね揃えてるっていう、ケンシロウ選手下がらなかったもんね。そうですね、あそこ下がってたら多分負けてたもん。はいはい、4団体行くな。行きますね。また俺アンチに叩かれるかな。こんにちは、ワキシングのリーゼントチャンネル、ナーイリーゼント。まあ今日はね、久々に僕らもね、あの試合決まった時かな、うん、ね、Amazon プライムのね、もうね、遅いって遅いよね。俺見に行ったんだから。ああ行ってたね。いや俺も見たよ、だからジムで。うわー見て、よっしゃもう帰ってすぐ YouTube 撮るぞって Amazon プライム撮ってすぐね話しようって言ってたんだけど、やっぱそれはカメラマンだよ。だって土曜日でしょ、日月火水、今日木曜、水曜、今日木曜、木曜でしょ、木曜日です。もういつか、まあなかなかね、あのYouTuber 最短最速を目指してじゃなくて、そう、俺京口選手すごいね。なんでその日のうちに上がるもん。ああもうやっぱもうやっぱりね、それぐらい YouTuber ですね。それぐらいいかないとダメですよ。 YouTuber です、彼は YouTuber。 もう宇宙、僕らもうわええ試合やったなあえて、それをおかずに飯を食うてね。そうそう、ゆっくりしてから行くから。そうです ね、 そうですね。まあまあいいんですけど、まあでもいい興行でしたね。いや、あのね、もうね、会場で、まあ、僕はあのスポンサーの方に連れてってもらったんで、もう一番前でいい席で見させてもらったんですけど、うんうんうん、もうやっぱね、あの試合は全試合メインイベントじゃないですか。そう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 、疲れる。一試合一試合がもう結構ガチで見なきゃいけないから、そう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 、もうなんかうわーっていう感じで見て、いや疲れた。そうそうそう、会場って椅子に座ってそっから一歩も動けないから。そうだね、動いただろお前。動いてない、もうずっと拓磨選手の試合どうしたんだ。あれ見れたか12ラウンドあれ見れる、見た見た見た、あれじっくり見れるやつなかなかやで。見た見た。この今回のこの興行喋、うん、りたいんですけど、うん、ちょっと濃すぎて。そうだね、濃すぎて。天津戦はちょっと省いていいですか。そうだね、別で、じゃあ別で撮る、別でいいですか。ちょっと今回天津戦以外を喋って、あ、そうだね、その後にまた別のあれで天津戦についてちょっと語りましょう。まあそうだね、そう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 、ちょっと言いたいことがいろいろあるんで天津戦は。 あるんだ。ありますよ、さすが。でもちょっと俺あんまないけどね。あら、ないんだ。嘘、脇毛がなかったね。そういう、それはそういうこと、それはまだそういう視点で俺見てるから。 それ今言っちゃう、今言っちゃう。あ、分かった分かった。まあまあほんなら、まあ第一試合からいこうか。そうです ね、アベレイヤ選手とキコマルチネス、はい、いやーそう、キコマルはだってね、長谷川穂積選手とね、そうそう、試合の時もう長いね。はもうだから僕は見に行って、で長谷川選手が負けた時に、うわ、キコマルさんやりてーみたいな、あ、思ってたんで、すごい思い入れのある選手だったし。そう、同じアベレイヤ選手はサウスポーで、そう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 、うまい選手で、僕のまあこれ全部後出しだからあれなんだけど、はい、予想としてはもう全、あのもうアベレイヤ選手にとってはすごいやりやすい選手かなと思ってたら、やっぱりもう案の定ね、もうほぼ完封でしたね。あの試合は2ラウンドぐらいに一発ちょっと腰が打ちかけたけど、なんかありましたね。そう、でもね、バベリア選手強いね、やっぱ。いや、ね、うまいですよ、やっぱ。うまいうまい、もう本当にあのだからもうリズム、もうちょいなんか決定打が欲しかったなっていう。ああ、あんだけ圧倒できてるから。そうだね、うん、でもそこをやっぱりその12ラウンドあのボクシングをやるっていうのが、あ、そうですね、やっぱ持ち味でもあるから、ね、誰がチャンピオンなんだろう今 IBF。 フェザー級でしょ。フェザー級なんか強いの、強かったですよ。あ、強い選手なんだ。強い選手、でもね、やっぱ自分のボクシングをしっかりやってね、これやれたらね、しっかり、うん、超決定戦だから。だからまあ次もう世界タイトルマッチが確約、うん、されてますから。確約されてるね。ただ日本でやるのは厳しいんじゃないですか。そうそう、呼ばれてだとは、ね、どうでしょうね、思うけどね、うん、でも一発かましてほしいよね。いやーねー、ね、俺なんかデビューぐらいからずっとアベレイヤ選手見てたから。あ、そうなんですか。見てた見てた、そうマニアとしてね。あの選手は叩き上げ、あんまないと思うよ、ほとんど。そうすごいですね。そう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 、だいいものはすごいあって、うん、ポカで負けたりしてたのよ昔は、4回戦6回戦ぐらいは、はいはいはい、そう。でもやっぱね、あの自分のボクシングを確立させてからはやっぱ強いね。強いですよね、うん、確かにね。それで第2試合があなたのメインイベント。いやそうです、あのね、
本当に自分の中で今回の興行は、うん、もう佐々木仁 VS 小原啓太がメインでした。正直その試合以外はあんまり興味なかったんですけど、いやもうその試合は本当にだからね、本当ボクシングマニアの人たちは、はい、いやこの試合やばいねっていう、うん、やっぱりこうパッと興行で出ちゃうとやっぱり、はい、まあ、メインはあの那須川天心、はい、まあ、注目だよ。あ、はい、でやっぱケンシロウ選手とか、うん、やっぱ拓磨選手の世界戦とかあるんだけど、はいはい、やっぱりボクシングをやっぱり見てるマニアの人たちはやっぱり佐々木仁対ボクシングファンからしたらやっぱこのカードってもう本当にやばいカードですよ。やっぱりね、あの大ベテランの小原選手とやっぱり両方だからハードパンチャーだから新鋭21歳か、もう佐々木仁選手ってだからもうなんか俺も予想の段階でもう絶対3ラウンド以内に KO どっちか KO だなって、そんな感じ思ってました。まず判定は 100% ないじゃないですか。判定は 100% なくてで後半 KO もないなと思ったんですよ。絶対どっちか、まあ、KO 必死は必死、 KO 必死でしかも前半だと俺は思ってました。で俺はもう予想はこれは本当外しちゃったんだけど、はいはい、小原さんがキャリアの差を見せて勝つんじゃないかなと思って。佐々木仁選手もやっぱり覚えてる？ダウン取られちゃうから俺予想したの俺はやっぱ小原さんかなと。佐々木仁選手やっぱりまた怒られるよ友達なのに。もうおっさんよあいつ、怒られるであんたほんまに。それはもうあんた小原さんごめんっす、ネタじゃない。まあね、ネタやけどでも当たったよ。でまあいい試合だったね、あれもね。いい試合でしたね。あれ盛り上がったね。盛り上がったっす、ね、てかもう想像以上に佐々木仁選手が強すぎた。あれねびっくりした。なんか俺正直、うん、体見た瞬間にえ、何この体と思ってたんですよ。そうそうそう、あれまだまだ体変えれるよね。全然なんか筋肉質でもないし、小原さんはいい仕上げ、もうバキバキじゃないですか。バキバキでねしてきて、まあでも小原さんはもう毎回バキバキでしっかり仕上げてきてるから、うん、まあまあいつも通り調子良さそうだなと思って、ね、で佐々木選手あんまり見たことなかったから、うん、体見た瞬間にあ、こんな感じなんだと思ってって思ったけど、めちゃくちゃスピードもあるし、ね、破壊力もすごいし、破壊力すごい。だからまあ僕は、まあ、佐々木選手に思ってるのはいい意味でよ、はい、いい意味でもやっぱりあの空気を読まない、うん、何狂ってるというか、うんうんうん、そういう部分あるじゃん、うんうん、もううわーってこうもうこうやってガーっていくみたいな、やっぱその辺がやっぱり飛び抜けてる。だからスター性もあるしね。そうですね。ね、でも小原さんが先にダウンを取ったんだよね、2ラウンドに。うん、まあ、そっからだよね、試合が動いた。うわ、やっぱり俺の小原やと。いやだからベテランやったと。あれも確か小原さんがちょっと一瞬危ないってなって、その後にダウン取ったんですよ、ショートので。あの人毎回自分が危ないってなってから結構ダウンとか KO で勝ったりするから、あ、出た出た、小原必勝パターンやと思って。まあでもちょっとまあフラッシュダウンというか、まあ、ダウンはダウンで完全に聞いてはなかったんだけど、まあそっからの、いや、あのね、正直ボディで倒して、正直ね、ここだけの話、小原さんがボディ弱いって俺知ってたんですよ。あ、そうなの、うん、もう本人も言ってるし、ボディ弱いってだし、まあ、まあ結構ボディなんでそれ今言うんだよ。今、いや、まあええか、そう、だから俺はボディ気をつけろと思ったら、うん、まあ案の定ボディで倒れたから、やっぱりと、いや、でも見てる時にボディで倒れた瞬間にやっぱりって言いましたもん。小原さんクラスがボディで倒されたことないんじゃないかな、今まで。でも弱いとはいえね、はいはい、まあそうそう、まあ打たせないというか、いや、あの人スパリングのボディで倒れてるから大丈夫です。そう、そうそう、でそっからの爪がね。そうですね、やっぱりそこをなんか逃さず仕留めに行くっていうのはさすがでしたね。さすがだね。やっぱボディで倒れてるから、おばさんもボディ効いてるからやっぱガード下がるじゃないですか。そう、そこは上をね、ボディを警戒してるところをやっぱ上でストーン倒してるから。そうだね、あれすごかったね。だからこれからね、もう世界に向けてっていう形にはなるんだろうけどね。まあ、世界はだからウェルター級でしょ。ウェルターでしょ。ウェルターもうバケモンしかいないから、うん、まあでもその中でもね、海外を拠点にしてもいいかもね。ああ、それも面白いですね。ラスベガス行ってたからね、八王子中谷陣営は一回。あ、そうなんだ。そうそう、でそこそこやれたみたいなの、スパーリングとかはね。あ、そうそうそう、一戦級とやっても。そうだから、そういうのもこれから面白いかもしれない。アメリカのマッチメーカーと、マッチメーカーというかあのプロモーターと提携したりして ね、 そ う、 ね、そう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 、それでも、まあ、スター性あるからね、うん、あとやっぱその入場した時のガウン、
はいはい、襟がやっぱ長いもん、うん、これぐらいあるもん、こんなんでしょ、うん、これと俺の首が何歩伸ばしてもあそこまでの襟はないもんね、まあ、長首がめぐらい、長首がめね、まあええわ、まあまあそんなんがあって、はいはい、それからもうテンション爆上がりよ、こっちは、はい、あの試合終わって、あの試合見て、うわ佐々木陣やべーなーみたいな、もうジム内ももう、はい、最高潮にテンションが達して、すげえもん見ちゃったみたいな、会場は、うん、はいはい、そんな感じ、いやもうすごかったです、うわーみたいな感じで、そこで井上拓真選手対もう最高潮ですよ、ソリスが来て、うわーって盛り上がった、どうでしたあの試合、あなた負けてるから俺言いにくいんだけど拓真選手に、いやどんな試合だったっけ。あと飯食いて、いやいや見てましたって、張り付いて見てました。いやもう一言で言うなら、はい、もうオフコースよね、オフコース、言葉にできないオフコース。滑ったなまた。そう、横文字俺苦手だった。横文字じゃねえよ。オフコースっていう歌詞だからね、あ、歌詞の曲で言葉にできないっていう名曲があるわけよ、はいはい、織田信長、説明さすが織田信長と織田一政。面白いよ、それは面白いよ、それは面白い。なるほどね。まあ拓真選手ね、でも俺思ったのは、はい、あ、でもこのボクシングで負けないボクシング、うん、やっぱクリンチうまいし、あれであなたも結構ね、はい、試合がその都度ストップされて流れを作れないみたいなこともあったじゃん。だからあのボクシングで意外と4つ取っちゃうんじゃねえかなみたいな、うん、もう強いのよ、だから負けないってことはね、そうですね、確かに、そう、ただあの佐々木仁選手や、まあ、この後話すケンシロ選手みたいに、うん、まあ、井上尚弥選手みたいに、うん、見せるボクシングがなかなかできない、まあだからファンがつきにくいボクシングですよね、まあ、結局はつかないかな。あれだって地上波で1個だけの世界戦だったらまあまあの、まあ、放送事故でしょう、ね、まあ視聴率は下がりますよね、ちょっと、うーん、ボクシング面白くないなとか思われるような感じなんだけど、強いのは強いのよ、そこはものすごく認めるところであって、あのボクシングで意外と何個かベルト取っちゃうんじゃないかなとか俺は思ったんだけど、はいはいはい、ねえ、ねえ、もうちょっとこう一皮向けるといいんじゃないかなと思ったけどね、また俺アンチに叩かれるかな。大丈夫です、ね、みんな思ってます、お前負けてんのに何言ってんのみたいなね。先に言うとこ、拓真選手負けてます。そう、喋らんなお前。なんやねんそれ。見てねえな。見たってもう。でもね、本当にな、まあ、リスクを取るのは大体ソリス選手なわけよ、先に手を出していくのはね、だから途中からもうソリス選手頑張れみたいな感じにもなっちゃうし、うん、ね、なん俺、なんだろう、案外見てて、うん、ソリス選手か、ソリス勝つかもって思っちゃったんですよ。そうそう、あれ、俺ね、採点はあの2ポイントしか取れてないとかっていうのはちょっと。うんうん、どうなんやと思って、そんだけ差が開いてるのにびっくりして、うん、そうだね、まあ、まあ負けはなかったにしてよ、うん、何にもなかったからね、うん、お互いね、まあね、そう、うん、まあ、まあでもこっからじゃないですか、拓真選手は、いやだから今後のバンタム級もねちょっと楽しみですよね。そうそうそう、今だってこれで WBA でしたっけ、拓真選手が取って、ね、うん、で他にも大関決定戦がちょこちょこ決まってるでしょ、決まってるからね、ね、まあ、またそれを一つずつ集める、まあ、すぐには信号が入ってくるわけでしょ、バンタム。もう無理やり出んでって、もうあんたのことはもう前直せ、もう完璧なんだろう、わかったわかった。でそれでですよ、何、まあ、拓真選手終わって、はい、ね、もうだいぶ俺らのテンションもビューって下がってる時に、だからあれでしょ、そのアベレイヤ選手のあの試合でちょっと温まってきて、まあまあまあ温まった感じで、ね、佐々木小原でブワーンって絶好調、その後に天使があったんだよ実は。あ、そうだ、そうそう、あったけど、まあ別に、そうですね、そこで別に俺らは別に冷めることはないよ、うん、ね、そうですね、うん、だいぶもう孵化してきた頃よ、ブン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 って、短期運転がもう拓真選手の試合でちょっとまあ冷静さを取り戻して、うん、だいぶよ。だいぶ絶好調で上がったのはちょっと、そうそう、冷静に、ちょっともうここがねスタートラインとしたらね、はい、まあ、こうビューッと上がってきてね、ぐーっといって拓真選手ここまで落ちたからね。これをだいぶ下まで、そうそう、勝ったけど、勝ったのはおめでとうございますだけど、はいはい、やっぱり
エキサイティングじゃなかったというか、そうそう、まあ、エキサイティング大事じゃないですか見る方は、はいはい、もう気持ちがもううわーみたいな、一視聴者としての、そう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 、でいう時にまあケンシロウ選手がメインで入ってきたわけですよ。あのケンシロウの相手も途中で変わったじゃないですか。そうそうそう、俺全く知らなかったけど、アンソニー・オラス・クアラ、めちゃくちゃだからすごい、うん、でもね俺ねこういう時ってちょっと番狂わせが起きるような感じなんよね、うん、で左から右に変わったわけじゃん、はいはいはい、でオラス・クアラ選手はこのあと4月十何日にあるあの伊藤君がやってるトレジャーで試合が決まってたから、はいはい、あ、そうなんだ、そうそうそう、白石選手っていうあの関西のね、井岡ジムだったかなの選手と韓国で試合決まってたから、そこそこ仕上げてきてんだよ。ああ、なるほど。そう、なるほど、だからスパッと入れたわけ、はいはいはい、そう、ただそれもあるかなと思ったけど、蓋を開けたら、おお、ケンシロウ選手いいジャブだねと思ったらボーって来てから、うわこいつ強えってなって、これ負けんじゃねえかなちょっとね、あ、危ないなと思ったけど、思った、あれは強えわケンシロウ、はあ、俺はもう何年か前にね、言ってたでしょ、うん、ケンシロウと中谷と井上尚弥の3人が、はいはい、これがもう難攻不落のチャンピオンやと、今ね言ってたね、言ってたでしょ、もうそれは1年前とかじゃないよ、うん、3年チャンピオン8人ぐらいいる時から言ってたからね、でもそれをも超えた強さ、何じゃ、うまさじゃなくて、はい、強さがもう今回はもう出たね。だからこれボクシングやってるからこそなんか分かるけど、知る、なんかそのやってない人は分かりづらい強いと上手いの違いあるじゃないですか。あるね、そう、上手いだけの選手、例えば拓磨選手は上手いんですよ、上手いね、でも強さに足りないところがあるんです。でもケンシロウは上手いも強いも両方兼ね揃えてるっていう、いやあの結構倒される急のパンチもらってもケンシロウ選手下がらなかったもんね。そうですね、あそこ下がってたら多分負けてたもん、はいはいはい、だからでねじ伏せたというか、ういやあ強かったね。相変わらずのあのあれでしょ、そうそう、ホバー、何でしたっけ、うん、なん、あの、なん、なんでしたっけ、ホバークラフト、ホバークラフト、アメンボみたいな、アメンボ、そうそう、もうアメンボももうちょっと今回は進化した、進化してたよ、何、何、何進化した、タガメンボとかや、タガメンボ、対抗地よ、対抗地、対抗地みたいなとか田舎の人しか知らんから、知ってるでしょ、これ知らないの？対抗地、そうやろ、対抗地調べて出して写真、対抗地、対抗地とタガメが出るから、そう、まあまあ、あのそいつらは上をやらないから、潜ってるから、そうそうそう、違うよ、ホバークラフト、そうそうそう、まあまあそんな感じで、まああの日は本当、まあ、あれでもだからそれこそその試合順がどうのこうのってなったけど、やっぱり、そう、メイン級に素晴らしい試合をケンシロウはやってくれた、あの試合だから年間最高試合でもいいんじゃないかぐらいの、やっぱりいい試合だったね、だからもう俺らもね、始まる前はもうまたね、はい、あのケンシロウ選手があの何白の何あのトゲが刺さってる、はい、あれとか見てから、もうこれケンシロウに出てくるこれ敵キャラの服だこれとかいろいろ冗談交じりに、うわ今回も肌白いなとかね言ってたんだけど、はい、蓋を開けたらもうこのオラス・クワガ選手が強い強い強かったっすよ、もうね、しかもなんかもう正々堂々とお互いやるから、うん、もう見てて気持ちがいいわけよ。あ、そうですね、それはありましたね、ね、うん、そう、あれは本当にいい試合だ、ケンシロウ選手本当にやばいなこれ、うん、だから結局あのジョナサン・ゴンザレス、あ、はい、より全然強いやつが来ちゃったわけだから、もともと決まってた3団体統一戦の選手より、これジョナサン・ゴンザレス選手やってくれるのかな、まあ、だからこれで、まあ、今回は防衛戦だったんですよ、防衛戦、防衛戦、でこれからまあ3団体統一か4団体統一かってなってくるわけでしょ、ケンシロウ選手はね、まあ、目指すわ ね、 ね、うん、そう、ただこんな強いチャンピオンになっちゃったらどうなの、まあでも今2団体持ってるから他のチャンピオンはやっぱ星があるか、星があるでしょ、それはそうだ、ね、出てくるよね、これ4団体行くな、行きますね、うん、ちゃんと実現すれば、うん、俺は行くと思う、うん、それぐらいの、だから俺ね、ケンシロウ選手には
その4団体取った後も引き続き今の階級ライトフライで防衛を重ねていってほしいんですよ。なんか変にフライ級とかスーパーフライで上げてやるより、まあね、そう、そういう選手もいてもいいかもね。そう、あとモチベーションだろうね、だからあ、そっか、それがもう4団体今統一してライトフライでやる仕事は終わったとなったら、まあ上に上がってくるかもしれないけどね。そう、いや、いい紅葉の、いや、もう話題持ちきりよ、ジム内も。いや俺もね、すごかったよ、行くとこ行くとこでやっぱ天心と同じ階級だから、天心ってやるんだねみたいな、天心どうだったみたいな感じでめっちゃ言われました。言われるよね。いや俺なんかでもね、やっぱり出稽古とかいっぱい行くじゃん、行ってるじゃん、はい、今昨日も試合だったし、はい、あったらね、天心のことあんま言わないのよ、ボクシング関係者。ボクシング関係者はね、ボクシング関係者はみんなケンシロウやばかったねって、やばかったよねあれっていう、みんな挨拶みたいに、見たケンシロウ、見た見たやばかったね言うて、あれ強いよねみたいなね。だからこれからでもアマゾンプライムね、まだまだやってほしいよね、はい、これでね、やるか、ね、天使もやるし、ね、あるんじゃないですかこれからもね。本当興行よか、マッチメイクが誰がやってんだろう、いいよな。いや、よかったですね、センスあるよなマッチメイクのね。いや、それはさすが定見ですよ。そうだね。で、井上拓真選手は、まあ、ここであれか、ドコモに返して怒られるか、またまた怒られるね、もうやめろ。それでまたこうアマゾンプライムでまたいい興行をね作ってもらって、そうですね、ドコモに、まあドコモでね、やっぱりそうそうそう、のしをつけてね返して怒られるで、大橋会長に、ほんま一回あんたやられるで。いや俺俺あんたが裏で言えって俺をつついたからひどいわ、人のせいにするわ。違うから、まあそんなこんなで、はい、ね、まだ Amazon プライム見れるのかな。ああ見れる、まあ、うちの動画見てくれてる人はもう見てると思うけど、うん、もし見れるんだったらね、うん、それは多分見れると思う、絶対見た方がいい、うんうん、アベレア選手からね、見て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 飛ばして見てっていう、やめろ怒られるね、ほんま、やめろって、もうほんまにあんた負けとるからな、拓磨選手俺負けてるからね、それはもうそれ以上言うな、ええかということで今日は終わりましょう。はい、はい、最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価のあるみにチャンネル登録よろしくお願いします。今日もナイスリーゼー。